どうも安藤です。 R5 層の17神を限定キャラ装備なしでクリアできたのでご紹介します。追加神には敵の耐久がちょっと増えるのと速度低下が無効になる程度です。編成はこちら。正直編成枠を開けてもクリアできるのですが、その場合プセミなどの操作が忙しくなるので、操作に余裕を持たせるためフル編成で限定なしという方向で組んでみました。マスは主軸となるアタッカーを一人決めます。私は養生を選択しました。試していませんが、白露城や肝試し前かなとかでもいけるかもしれません。養生の良いところは、耐久が高いので鎖鎌忍者の攻撃を一発耐えてくれるところですかね。あとは、北条くん対策ではおなじみの福岡城です。福岡城はあのオリュンポス宮殿の強みの3割くらいを持っているくらいには強いです。壊れです。養生のバフ役として、小早川城は必須に近いかな、偽善名古屋城と甲府城は替えが効くと思います。下の2人はうつせみ要因です。カブ、ホン、鈴、ハライキシなど継続ダメージを受けない遠隔キャラなら誰でもいいです。持っているならタカレアの本を使うと、ダメージ計略などが使えるので良いかなという程度です。あと、彦根城は絢爛より通常を優先した方が良いでしょう。そんなわけで合戦に参ります。見せてやる。まず配置順ですが、とても重要です。遠隔は必ず肥前名古屋城、小早川城、甲府城、福岡城、うつせみ要員2人の順で配置しましょう。また福岡城とうつせみ要員は序盤は配置する必要はありません。まず肥前名古屋城を2回ほど巨大化し、養生を射程に収めます。次に、養生の体力が半分になったら巨大化で回復しながら、特殊攻撃ゲージを貯めます。特殊攻撃を使用可能になったら、なるべく多くの敵を巻き込んで放ちます。引き続き巨大化で体力を管理しながら、特殊攻撃を繰り返します。養生の武器は、動画ではリカリ武器を採用していますが、足止めは必要ないので何でもいいです。理想はシバルバーの武器か、オーカランマンあたりですかね。最大化して計略を使えるようになれば、養生の火力と生存能力が大幅に向上します。最前線に放り投げても高耐久と吸収のおかげでとにかく落ちない養生の強いところだと思います。次に彦根城を最大化し、養生の計略を永続化します。小早川城の計略も永続化できるので、彦根城は絢爛より通常の方がいいと思います。ここのミイラはルーンで回復されると面倒なので、小早川城の計略を動画より早めに使った方がいいです。まあ小早川城が落ちなければ大丈夫です。最も注意しなければならないのは、次に出てくるシビレフキアの群れです。これを食らうと養生が行動不能になってしまい、ミイラにゴールされます。ここではナムナムをはじめ本のダメージ計略を使うのが良いでしょう。ナムナムが強いな。解説はしばらく飛ばします。ちゃんとスポットライトを、私の人気ナンバーを聞きなさい。ちゃんとスポットライト、私の人気ナンバーを聞きなさい。全部の国の底力。くるー、どうしてもフックじゃなきゃダメ。このくちばしでついちゃうの。この口ばタイム攻撃侮るな。勝利だ。この口ばしでついた俺には活躍しとかないとね。俺には活躍しとかないとね。いくよー。何を。ちょっと待って。可愛い甲府城はわしが守るずら。天賦の国の底力。切り替えのない子たちね。そう、まだ身長は伸びている。
売りがいのない子たちね。総貢献の神髄、ここ勝利を約束された。売りがいのない子たちね。総貢献の神髄、ここにあり。さて、ここの鎖鎌忍者がちょっと厄介です。近接トークンがあれば差し込んでお密を剥がすのが良いでしょう。また、双剣の特殊攻撃は隠密状態の敵にも当たりますので、動き出す前にしっかり削りましょう。養生の場合、鎖鎌忍者の攻撃を食らっても耐えるので問題ないですね。鎖鎌忍者を倒したら、福岡城のトークンを配置します。この後北条くんが来ますが、落ち着いて対処をしましょう。まず北条くんが攻撃モーションに入ったら、浮き攻め要員2人を撤退させます。浮き攻め要員の再配置は間に合わないので、次に狙われる甲府城と福岡城を撤退させます。この時、必ず福岡城より甲府城を先に撤退させるようにします。そうすることで、福岡城の撤退再配置支援が有効になります。そして浮き攻め要員2人を再配置、これでループが成立します。とはいえ、次の敵が来てしまうので北条くんはさっさと倒します。最後に鎖鎌忍者が2人同時に来ますので、ちょっと要注意です。右の忍者は、一発目はトークンで受け、二発目は福岡城を突攻させます。これで無事にクリアです。ご視聴ありがとうございました。良ければ高評価やチャンネル登録などしていただけたら嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。ここに最高のフィナーレよ。どうしても、ふっくんじゃなきゃダメ。